埼玉県小川町は周囲を山に囲まれた自然豊かな里山です。私自身人生で一番エネルギーを注いできたのは有機農業での村おこし。農林水産祭村づくり部門で天皇杯を受賞された金子義則さん。無農薬無化学肥料栽培が評価を得るには長い年月がかかり、大きな課題の一つが販路の確保でした。先代の社長が奥田で全量買い取りします、行ったことからスタートしまして、その良き文化を、次世代に、ね、継承していけるよう、もう13年、続けております。提携の消費者あるいは作り酒屋ではさばけてたんですけど、 1.8トンの有機米がなかなかさば、けなくて、よし全量買います、どういう形で買ってるかなと思いましたら、アメリカの CSA コミュニティサポーティッドアグリカルチャー前々プロジェクトっていうのを立ち上げて、希望する社員の給料の一部に米を払うということで、2009年集落全体がほぼ有機農業に転換したっていう、奥田の力が大きかったなといつでも感謝してます、はい。リフォーム会社がなぜお米を買うのか、私たち奥田ではですね、健康や環境に優しい、住宅づくりをしております。これはもう一事業ではなくて、社員の健康、そして働きやすさ、持続可能性、それを追求し、何より地域に恩返したいっていうのがね、やっぱ強くて、そういった、思いを大切に、して取り組んでおります。お米は地元精米店と連携し、希望する社員に配送、取引には提携三原則を定めました。 1. 農家がまた作りたいと思える価格、 2. 即金で、 3. 全量を買い取ること。農家と企業をつないだのは地域の NPO 団体。農家の気持ちを消費者に伝える、消費者の言葉を農家向けに翻訳して伝える、その仲介者の存在が必要なことが分かりました。米マネプロジェクトを始めて、若い人たちがたくさん来るようになって、下里の田んぼで笑顔が磨いてきました。下里いつから始まったんですが、上の子たちにも展開しています。大沼というため池を起点とした八つ田、以前は耕作放棄地でした。決まった販路があることで、それなら有機米を作ってみようかと、地元農家さんの手で田んぼが復活。一般公募で里山保全活動も行い、集めた落ち葉は堆肥に、雨に古墓酸が溶け、栄養豊富な水が大沼から安田へ。美味しいお米へと循環します。ホタルやトンボ、色とりどりの野草が復活し、生物多様性に富んだ土地を育んでいます。